はい、皆さんこちらネット物販講師の黒沢です。今回は商品リサーチツールについて話をさせていただきたいと思います。日本アマゾンでもアメリカアマゾンでもネット物販アマゾン物販やられている方、一度は商品リサーチツールってどうなのかな、これを使ったら便利なのかなっていうふうに考えたりだとか、すでに使われている方もいらっしゃると思います。先に結論から申し上げますと、商品リサーチツールに完全に依存したようなネット物販っていうのはかなりリスクがありますので、あくまでも補佐的に補助的に使っていただくっていうのを個人的にはお勧めしております。商品リサーチツールで完全自動化、誰でも簡単に行いますみたいなネット物販のうさくさい広告たくさんありますけれども、あのやり方は言わずもがな、通常の少しは自分でリサーチするんだけれども、商品リサーチツールを使って大部分のリサーチ作業を簡略化しよう、省略しよう、自動化しようと思っている方もかなり危険なことをやろうとしているんじゃないかなと個人的には思います。 Amazon の内部のシステムっていうのは当然ながら日々改善されている、改変されているわけですから、商品リサーチツールがうまく追いつかない時があるわけです。簡単に言えば不具合が起きてしまったり、うまく動作しない時っていうのもあるわけなんですね。よって商品リサーチツールがないと Amazon 物販ができないという状況になってしまうと、これイコールかなり機会損失になるだけではなく、ご自身の基礎的な礎の商品リサーチ力っていうのがいつまでも培えない状態でネット物販を続けることになってしまいます。 Amazon 物販じゃないんですけれども、昔あったあるメルカリ塾が完全にツールで自動化して出品しましょうっていう塾だったんですが、ツールに不具合が起きてしまって、そもそもメルカリって出品を自動化するようなツールを推奨しているプラットフォームではありませんから、うまく動作しなくなってしまって、その塾自体がいつの間にか無償しちゃった、消失してしまったっていうことすらあるんです。またツールっていうのはあくまでも数値的なデータ的なものに基づいて商品をピックアップしていくものなんですが、アナログ自分の目と手でチェックすると、いやこれはリスクがあるなって商品まで、これいいじゃないですか、よく売れてますよってボーンって出してくる可能性がかなり高いんです。例えばおんぶ紐、抱っこ紐みたいなものはまさに赤ちゃんにとっては命綱なわけですから、耐久性が悪くてブチンって切れちゃったら赤ちゃんが落下してしまって頭から落ちてしまって後遺症を患ってしまうなんて可能性すらあるわけです。それに付随したことといえば赤ちゃん服です。最近アメリカアマゾンでは特にベビー服関係の規制っていうのがものすごく厳しくなりました。この商品は安全なのかっていう証明書を出さないと基本的には出品できなくなってしまったんですが、商品リサーチツールだとそういった商品もサジェスト提案されることっていうのがままあると思います。このように数値やデータだけでは決して網羅しきれないデメリットやリスクについては、やはり基礎的な知識、商品リサーチ力っていうものが大切になってきます。ツールを使ったリサーチ力と対照的な言葉としてアナログリサーチ力っていう言い方をしているんですが、それがものすごく大切になってくるということです。というわけで今回はツールに依存しすぎず、あくまでも補足的に使用し、基本的にはアナログリサーチ力を大切にする、少なくともツールで調べる分にはいいんだけれども、ファイナルアンサー、ファイナルジャッジをする際にはご自身の目と手でチェックし直すっていうことがものすごく重要だという話をさせていただきました。こういう話するとお前ツール使ってないからそんなこと話せるんだろうって思うかもしれないですけど、実は私こういう仕事柄2つの商品リサーチツール会社から無償で有料プランのツールを使わせていただいていて、かつ1つの会社についてはそのツールの使い方の説明動画だとか文章についての日本語の監修を仕事として行っているくらいなので、ツール会社とむしろ忖度をしなきゃいけないような本来は立場なんですよ。そんな自分がこういった形でツールは全然使ってもいいんですけれども、補助的に使いましょう、そしてツールを使ったとしても最終的には自分の目でチェックし直しましょうっていう話をしているので、多少信憑性っていうのはあるかなと思います。ちなみにじゃあどういう人が商品リサーチツールを使うと効果的かっていうと、まずは未経験者、初心者の方で、そもそもどんな商品から調べていけばいいのかわからないっていう方は、まずは商品リサーチの第一歩としてツールで調べてみるってやり方もいいですし、逆に中級者、上級者の方で自分のアナログの商品リサーチ力はすでにしっかりと培えている方が、自分のアナログの視点以外の視点で新たな商品を見出したい、発見したいっていう意味でツールを使うっていうのも有益かと存じます。簡単に言えばどのようなレベルの方でもツールを使ったらダメっていうことはないものの、各レベルに応じたツールの使い方をする必要がありますし、商品リサーチがめんどくさいなって思う未経験者、
初心者の方がツール使ったとしても、今度はそのツールの使い方っていうのがものによっては結構複雑だったりするので、ただツールを購入すればいいってわけじゃなくって、そのツールに合った使い方、かつご自身に合った使い方、ツールはツールで基礎的なツールの使い方の部分っていうのをしっかりと習得する必要があります。最後までご清聴くださりありがとうございます。